両手で使う。で自分の回転使って。引いて押してるように。そこからいろんな技を決める。さっきやったワン、ツーがワン、ツーから。ワン、ツー。で、これってすごく強いガードと思って、がこう選択肢があって、こう肘、鼻、パンチ、間違って、こうなっても全然問題なく、こうでも全然選択肢がなくて。こういう形になったら、こう、ね、カウント、こうに当たりにくい、ね。だから、ここしか見せたくない状態で、ね。ほとんどね、喧嘩って、こういうのよく来てる。こういうのあんまりない。道でもね。だから、こう、ワンタそのジャンプで、で、喧嘩フォークが来たら、こう、うん、そうそう、満点してるような流れが、これはすごく、うん、使いやすい。うん、攻撃当然ダメにどうぞでこれも攻撃となってただのどうしても防御方法じゃないもう攻撃その着てる攻撃を攻撃してるようなイメージこれって、自分の師匠に教えてもらったマチェットでもそのこの使い方両手で使うで自分の回転使って引いて押してるように、うん、そこからいろんな技を決めるポーティングハンマーサポーティングガードサポーティングハンマーワンツ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 ーだからこうワンツートゥリーあれやったらもう肘も見えるしこうチョップねっ、ね、このシェイクあれ埋める技がすごく多くて、ワンツー、ワンツーができて、ジャブが来てる状態からこう普通にパスかハンマーからでもこれも使えるよって、相手のクロスに対しても、だからパッパッここからねワイパー、うん、うん、こうで。こう入って、肘でもこう入って、ハマー、うん、好きな、まあ、ただの通だからこう好きなように使えるようになってジャブに対してこう潰す気をつけてください普段、本部ではこうみんなグローブつけてもらってこう入れてもちょっとだけこう、力っていうかこう、ね、いい動きでやっていくと感じる感じになるとグローブつけてもらってもうそこまでしか覚えられないなと思ったらそこでそのスタイル押してパンまでパッそこから肘入れてハマでも肘でもさっきの倒し方